受験生の皆さんこんにちは里キャンパスナビゲータータの浅野です。今日は願書の書き方を一緒に見ていきましょう中身はこのようになっていますこの募集要項56ページ以降にも出願状の注意は詳しく書いてありますからこちらも確認しながら進めていきたいと思います筆記具は黒いボールペンを使ってください 鉛筆は使用できませんのでご注意くださいねそれでは入学志願表の表の部分をご覧くださいこの志願表はコンピューターで読み取りますから正確に丁寧に記入してください特に塗りつぶす項目は注意が必要です例えば枠からはみ出していたり不鮮明なものは機械で読み取ることができません 注意してくださいねまた、間違いを訂正したいときは、修正テープで丁寧に訂正してから正しいマークをしてください。まずは名前です。募集要項冊子57ページの記入上の注意にあるように、濁点は一つの枠内にまとめて、速音は枠の4分の1の小さい四角内に丁寧に記入してください。 数字も参考例を参照いただきはっきりと記入してください高校コードや学科など細かい記入を必要としますから募集要項の58ページを参考に正しく記入してくださいまた高校コードは刊末に掲載されています貼り付ける写真についてですが前髪で目が隠れていたりメガネが反射していたり 不鮮明なものは取り扱いません。また、裏面に万が一のために名前を記入してくださいね。ステッカー式の場合、記入の必要はありません。しっかりと貼り付けてください。続いて、住所の部分ですが、受験票の送付先と合格通知の送付先の2つを記入できるようになっています。 合格通知の送付先が受験票の送付先と同一の場合は記入する必要はありませんその下に電話番号を2つ記入する項目がありますこれは大学から受験生に大切な連絡をするときに使用します受験票の送付先合格通知の送付先とは関係なく自宅と携帯というように 必ず連絡がつく2つの異なる電話番号を記入してください高校卒業後の学歴記入欄についてですがこれは大学や短大または専門学校などに入学したことのある方が記入してください予備校は該当しませんから記入の必要はありませんここまでは大丈夫ですかそれでは裏面へ進みましょう 今回は医療衛生学部の一般入試を参考に見ていきたいと思いますそれぞれの学部の試験日程は募集要項に詳しく書いてあります改めて注意しながら進みましょうまず一般入試の試験日を確認してください医療衛生学部の場合は2月9日土曜日が試験日ですまた この試験を受けるための出願期間は12月17日から1月30日までとなっています。後にも紹介しますが、試願表はこの出願期間中に郵送にて必着となっていますから、時間に余裕を持って出願してください。それでは記入してみましょう。1入区分です。今回は一般入試前期を受けますから、 こちらにマークををししててください2続い続学科専攻を1つ選択します私はリハビリテーション学科の理学療法学専攻を選択します3次に選択科目です私が得意なのは物理なので1科目目は物理を2科目目は数学を選択しました 他の学科の場合、一科目目のみの選択である場合もあります。順に右へ進んでいけばご理解いただけると思います。4、試験会場です。医療衛生学部の場合は、相模原キャンパスのみが受験会場となっているので、相模原という部分にマークをしてください。前期日程の場合、 センター試験利用入試との同時出願も可能です。ただし、出願期間が一般入試と異なるので注意が必要です。一般入試と同様に、1、入試区分、2、学科選考、3、選択科目を選択してください。下に、平成25年度の センター試験成績請求表を貼り付け受験番号も正しく記入してください可年度のものは利用できませんからご注意ください最後に検定量の計算方法と納入方法についてです学部や試験方式によって検定量が違いますので注意してくださいね医療衛生学部の場合一般入試は3万3000円 センター利用の場合で1万7千円となっていますもし一般入試前期とセンター利用前期の2つで出願した場合3万3千円プラス1万7千円で5万円が検定料となります同封されている振込依頼書の赤い米印部分依頼日や金額学部コード カタカナの氏名や漢字での氏名などを記入してください。この時、金額は検定料の合計額を記入してください。学部コードや検定料の注意事項は振込依頼書の裏面にも記載されていますから参考にしてください。銀行振込の場合は振込表の C 表に収納員を確認して 志願表下の検定料領収書貼り付け欄に同封のシールを利用してしっかり貼り付けてくださいまた検定料の合計額を書き写してください検定料はコンビニでも納めることができますコンビニで検定料の振り込みを行った場合は発行される収納証明書を貼り付けてください これで完成ですが、検定料が割引になる場合がありますので、簡単に説明しますね。医療衛生学部の場合、一般入試前期を受験された方が、一般入試後期にも出願される場合、後期分の検定料は2万円となります。前期試験時の受験番号を必ず記入してください。また、獣医学部では、 センター利用入試前期の場合、出願学科と方式を4つの中から選択できます。1つの場合は1万7000円で同一ですが、複数選択し出願する場合、ご覧のように検定料の割引制度がありますので、検定料の計算には気をつけてください。また、学部によっては、第二志望登録という項目があります。 特に希望しない場合は、希望しないにマークを。第二志望として登録したい学科がある場合は、その学科、専攻にマークをしてください。ただし、第二志望登録のための検定料は必要ありません。さあ、これで準備は整ったはずです。同封されている専用封筒を見てみましょう。 裏面に注意点が書かかかれていまますから、しししっかり確認しましょう。特に高等学校などから発行してもらう調査書は入学志願表1枚につき1通必要です複数学部受験される場合入学志願表調査書のどちらも複数枚必要となりますので注意してくださいね出願書類封入チェックリストが全て OK でしたら最後に 死亡する学部、学科、入区分に丸印をしっかりと記入して郵便局へ。大切な書類ですから必ず郵便局の窓口で簡易書き留め扱いで手続きしてください。ポストには直接投函しないでくださいね。詳細は募集要項を改めてご覧ください。それでは桜咲きますように